こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がゲームキューブ用のステーションラックを購入してみた話だぜ。これってゲーム機を入れて置いとくやつよね。ああそうだぜ。ゲームキューブは自作したゲーム用の棚に収まってなかったっけ？ああ、この間紹介した通りこんな感じに綺麗に収まってるぜ。じゃあこれ必要なくない？必要ないぜ。いやじゃあなんでこれ買ったのよ。別に必要ないもの買ったっていいだろうが。いやダメでしょ。なんでだ、必要なものしか買っちゃいけないんだったらこの世に売っている大抵のものは必要ないものだからそれらも買っちゃいけないってことになるだろうが、大体物事を必要か必要じゃないかだけで判断するなんてナンセンスだぜ。そもそも誰かにとって必要なものがたも誰かにとって不必要なんてことは多々あるわけだし。っていうかそんなこと言い出したら人間の存在自体がこの世界にとって本当に必要。うるさいわね。一体何なのよ。いや実はこれの画像をたまたまネットで見かけた時になんか一目惚れしちゃってずっと気になってたんだけど、ネットだとなかなかいいお値段するみたいだったのでさすがにポチるのもなーって思ってて、ずっと購入を控えてたものだったんだぜ。じゃあなんでこれがここにあるのよ。それはたまたま安くハードオフに転がっててすかさずゲットしてきたからだぜ。ちなみにお値段は864円だったぜ。いやそんなに安くないじゃない。何言ってるんだ、ネットだと安くても1000円以上はするぜ。それに定価からすれば箱節なしの中古品とはいえなかなかお買い得だと思うぜ。そうなの？ああ、まあ定価がいくらか知らないんですけど。いや知らないんかい。だって調べてみたけどわからなかったんだもん。でもまあ Amazon のレビューにゲームキューブのソフトが1本買えるくらいの値段って書いてあったから定価だと結構するんじゃないかと思うぜ。まあ確かに作りもしっかりしてそうだし、それなりのお値段しそうではあるわよね。だろ？ちなみにこの商品はステーションラック GCR-Z っていうみたいだぜ。同じメーカーからちょっと形の違う、ステーションラック GCR-1 っていう商品も出てるみたいだぜ。へえそうなのね。まあとにかくだ、せっかく買ったので今回はこいつをちょっと見ていくぜ。さっきから見ている通り正面から見るとこんな感じで、側面はこんな感じ、背面はこんな感じだぜ。後ろにもポケットみたいなのがついてるのね。ああ、開けるとこんな感じだぜ。ここは何を入れておくのかしら。そんなに広くないし何入れるんだろうな。ケーブル類を入れておくのかしら。そうかもしれないな。で上から見るとこんな感じだぜ。ここにゲームキューブ本体を置くのね。ああそうみたいだぜ。で下の段はこんな感じで引き出しになっているぜ。ここはソフトとか入れるのかしら。多分そんな感じだろうな。結構いっぱい入りそうな感じではあるんだけど、あんまり引き出しが前に出てこないっぽいので、物入れすぎるとちょっと取り出しづらそうではあるな。確かにもう少し引き出せた方が使いやすそうね。で蓋を開けた状態で真上から見るとこんな感じだぜ。多少傷はあるけど結構綺麗な感じかしら。と思うだろ？けどよく見るとところどころなかなか汚れてるぜ。言われてみると結構ホコリあるわね。ああ、特に背面のポケットを外したところなんかやばかったぜ。うわめっちゃホコリ積もってるし。ああ、これにはさすがのうぷ主もちょっとうわってなったぜ。あと他にも、キャスター部分を取り外してみたら、こんな感じになっていたぜ。ここも結構ホコリ溜まってるわね。ああ、よく見ると全体的に結構ホコリまみれで拭いただけだとちょっと綺麗にしきれなかったので、パーツごとにバラしてお風呂場で洗浄してきました。かなり気合い入れて綺麗にしたのね。ああ、この通りこれでホコリはすべて除去できたぜ。で組み直したのが、こちらだぜ。おお、なんかさっきよりツヤっとしてるわね。ああ、だいぶ光沢が増した気がするな。まあ撮ってる位置が若干違うし、写真だとそもそもの光の当たり具合が違うのであんまり比較にはならないけどな。まあでもなんとなく綺麗になった感は伝わってるんじゃないかしら。だといいな。ってことで今回はうぷ主がゲームキューブ用のステーションラックを買って分解洗浄した話だったぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。待てー。なんだ、どうかしたのか。どうかしたのかじゃないわよ。何さらっと終わりにしようとしてるのよ。え、ダメなの。ダメに決まってるでしょ。ちゃんと商品の説明もしたし、綺麗にもなったんだからもういいだろ。いやいや肝心のゲームキューブがまだ乗っかってないじゃない。そこいる。そこがメインでしょうが。そうなの。そうに決まってるでしょ。このまま終わったら低評価の嵐になるわよ。おお、そいつはまずいな。あんまり低評価が多いとうぷ主の豆腐メンタルがやられてしまうからな。いやメンタルだけじゃなくて全体が豆腐になってるし、その方がわかりやすいだろうが。いや知らんし、いいからとっととゲームキューブセットしなさいよ。ほいほい。いや、いいんだけどなんでシルバーの本体にしたのよ。
ウプ主の持っているゲームキューブの中で一番状態がいいからだぜ。ステーションラックの色合いと全く合っていないところがまたいいだろ。いや、よかないわよ。せっかくだったらちゃんと色合い揃えなさいよ。じゃあゲームボーイプレイヤーもついてるオレンジで。おお、だいぶ一体感が出たわね。そうだな。このラックに収めるならオレンジかバイオレットの本体が良さそうだな。さてじゃあせっかくなのでその他の部分も色々いじってみるぜ。まずはコントローラー繋ぐとこんな感じだぜ。コントローラーの置き場所はここで合ってるのかしら？ああ、ネットにこれの箱の画像があったので確認してみたところ、コントローラーはここで良さそうだぜ。でお次は引き出しにソフトを入れてみたぜ。ゲームキューブのソフトだったらそれなりの数入りそうね。そうだな。ただこれ縦に入れても横に入れてもちょっと収まりが悪かったぜ。確かに引き出しの前の方が斜めになってるからなかなかきちっとは入らなそうね。もしかしたらソフト入れるための場所じゃないのかしら。どうなんだろうな。ここにソフト入れるので合ってるとは思うんだけどな。まあとりあえず次に行くぜ。次は背面に行って AV ケーブルとアダプターを繋いでみたぜ。本体置く場所の後ろにこんな感じで結構広めにスペースが設けられているので、ここにアダプター置けばいいのかな。ここは多分これで合ってそうね。一応 AV ケーブルとアダプターも収納してみたぜ。おお、綺麗に収まってるわね。ああ、ここにケーブル類が収まるとなると、いよいよこのポケットの使い道がわからなくなってきたぜ。確かに、一体何を入れることを想定して作られたのかしら。いろいろ考えてみたんだけどウプ主の脳みそではこれだってものが思いつかなかったぜ。まあ別に何入れたっていいんじゃない。まあな。だがしかしこのまま気になったままだと夜も眠れなくなってしまうので頑張って調べました。いやそこまでのことじゃないでしょうに。で結論から言うとアダプタと AV ケーブルを入れるためのポケットだったぜ。名称もそのままケーブルポケットだったぜ。とりあえず最初の予想が当たってたってことね。ああ、どうやらケーブル類を本体に繋いだまま収納できるように上にちょっと隙間が空いてるみたいだぜ。そうだったのね。ああ、ただ個人的にはこっちの方が収まりがいい気がするけど。その辺は好きにすればいいんじゃない。そうだな。でソフト入れだと思ってた引き出しは別に何入れてもいい感じだったぜ。ここは特に用途が限定された作りじゃないってことね。そうみたいだな。で最後に今回ウプ主的に一番の謎だった場所がこのくぼみなんだけど、そういえばなんかちょっと変わったくぼみよね。撮影してる時はこんな感じでメモリーカードとか置く場所なのかなって思ってたんだけど、それにしてはちょっと大きさが合わないし、それにメモリーカード置くにしてはなんか数が多い気もするしって思ってたら、どうやらここはアドバンスのソフトを挿しておく場所みたいだぜ。なるほど、ゲームボーイプレイヤーで遊ぶことも想定して作られた商品なのね。そういうことだと思うぜ。本体を置いた時の高さもゲームボーイプレイヤーつけた時の方がしっくりくるようになってるし。確かにゲームボーイプレイヤーがないとちょっと高さが足りない気がするわね。ああ、ゲームボーイプレイヤー持っててよかったぜ。ってことでこれで一通りいじれたかな。そうね、どんな感じで使うのか大体はイメージできたわね。いやーしかしこの手のものってロボットの発信基地みたいな感じでなんかワクワクするよな。確かに男の子だったらこういうの好きかもね。これからはゲームキューブはこれに入れて使うの。いや今まで通りいつもの棚に収納するぜ。は、じゃあこれどうするのよ。いらないっす。ふざけるな。だから必要ないなら買うなって言ってるのよ。まあまあ持ちつけって。なんで今この瞬間に持ちつかないといけないのよ。とりあえずキネトースよこしなさいよ。いや持ちつく気満々やん。こんないい加減なことばかりされてちゃもちでもついてストレス発散しないとやってけないでしょうが。いや、ごめんて。謝ってもどうにもならないでしょうが。まあそう言うなよ。いらないって言ってもあくまでウプ主の部屋にはって意味だぜ。というと、ネットで見かけてから前から欲しいと思ってたのは確かなんだけど、せっかくゲーム用の棚作っていろいろなゲーム機まとめて飾ってあるし、ウプ主の部屋はもう物で溢れ返ってるのでこれを常時置いておくスペースを確保するのは難しかったので購入は諦めていたんだぜ。いや現に買ってるじゃない。まあ話は最後まで聞けって。でそんなことも忘れかけてたある日のこと、ハードオフに行ったらたまたまこいつが転がってて、値段もお手頃だったのでどうしても買いたい。しかしこれを部屋に常時置いておく余裕はないと悩んでいた時ウプ主の脳裏にある考えが。そうだ、弟にあげよう。いや別にそこまで大げさに言うほどの思いつきじゃない気が。っていうか弟にいらないって言われたらどうするのよ。あそこは以前から弟が何かうまくゲームキューブを収納するものがあれば欲しい的なことを言っていたので問題なかったぜ。弟がそう言ってたのを思い出したから買ってきたと。そういうことだぜ。弟も未だにゲームキューブプレイしてるからな。
Wii でもプレイできるにもかかわらずなぜかゲームキューブのソフトはゲームキューブでしかプレイしないという変わり者だからな。全く誰に似たんだか。いや、うぶ主でしょ。まあとにかくこれは無事弟の手に渡っていったぜ。弟何もせずに綺麗に洗浄されたステーションラックを手に入れたのね。いや、今回は代わりにあるものを弟から借りてきたぜ。一体何を借りてきたのよ。それはまだちょっと秘密だぜ。多分そのうち動画にすると思うからな。もったいぶるわね。まあそこまで特別すごいものとかじゃないから期待しないで待っててくれると嬉しいぜ。ってことで今度こそこいつは一通り紹介できたんじゃないかな。そうね。あとは弟が大事に使ってくれることを祈るばかりだな。弟に物を渡すとありえないくらいボロボロになるからそこはちょっと心配よね。ああ、ほんと祈るばかりだぜ。まあとにかく今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.